母さん、僕は今帝都東京に来ています。いよいよ今日から新たな生活の始まりです。あなたは。お迎えに参りました。はじめまして、自分は大河進次郎と言います。少尉、こちらへ。帝国歌劇団の本部、大帝国劇場へお連れいたします。驚かれましたか？これにはちゃんと理由があるんですよ。一つは敵の目を欺くため、もう一つは歌や舞で都市に潜む魔を鎮めるため、そのために劇場があるんです。私たち花組は魔と戦い平和を守る戦闘部隊としての歌劇団と、歌い踊り舞台に立つことで平和を維持する歌劇団、2つの顔を持っているんですよ。頑張ってくださいね。大神司令も期待されていましたよ。そういえば大河少尉は大神司令のお妹さんでいらっしゃるんですよね。そうだったんですか。ほら着きましたよ。ここが大帝国劇場です。中へどうぞ。大神司令がお待ちです。大神司令、大河進次郎少尉をお連れいたしました。大河少尉、よく来たな。さくら君もご苦労だった。さあ大河少尉、大神司令にご挨拶を。いい顔だ。粉骨砕身の覚悟を持って任務に当たってくれ。ところで大河少尉、挨拶をしてもらったのはいいのだが、実を言うと君が配属されるのはこの帝国歌劇団ではない。
大河真二郎少尉、君にニューヨーク歌劇団星組への配属を命ずる。帝国歌劇団、パリ歌劇団に次いで作られた都市防衛組織、それがニューヨーク歌劇団星組だ。君なら星組でも即戦力になるだろうと思い、こちらから推薦させてもらった。星組はまだ若い組織だ。君が中心となって隊をまとめていってほしい。お前ももう19歳だろ。異国に行くことくらいでおじけづいてどうする。心配することはない。俺もパリに留学したことがあるが、なんとかなったものだよ。ニューヨークに俺の知り合いもいる。連絡をしておくから、何かあったら頼ればいい。ニューヨークの平和はお前にかかっている。期待してるぞ、信じろ。向こうに行って耐え難い苦難にあったらこいつを使え。だがその時まで決して開けるんじゃないぞ。はい。それともう一つ、どんな相手でも自分を信じてまっすぐに向き合え。信じろ、いや大河信じろ少尉、健闘を祈る。はい、ありがとうございます。ニューヨーク、ようやく僕の守るべき新天地に着いたんだ。よーし、なせばなる。ニューヨーク歌劇団が僕を待ってるだもんな。僕はでっかい男になるんだ。侍の意地見せてやります。ようなひよっこごときに名乗る名などない。お前も侍の端くれなら、この程度の小悪党は一人で片付けてみる。さらば。あっ、何なんだ彼女は一体。えあ、だから何なんだよ。一足遅かったか。
逃げ足だけは早いやつだ。ん？ヘイボーイ、そのドル袋。おい、現行犯で逮捕する。盗んだ金持って立ってるとは間抜けな強盗だぜ。プリーズ、話なら警察署で聞いてやるよ。ほら、さっさと車に乗れ。ニューヨークはいいな。ビル高いけど。Nice to meet you, 新次郎。ミーは謎の貿易商、雄一加山。それはさておき。ねえ、警部。彼はミーの知り合い。わかってるね。くそ、加山。またお前か。大行監督権振りかざしやがって。いつかも知らせてやるからな。You are welcome! 君を無事に送り届けるのが俺の仕事だからな。Yes! その通り。さあ、車に乗ってくれ。ニューヨーク歌劇団の本部に案内しよう。さてと、ここが今日からお前がお世話になるリトルリップシアターだ。よく知ってるな。だがこの劇場の役割はそれだけじゃないぞ。さまざまな人種の人たちが感動を共有し一つとなる。ここは理想のニューヨークの縮図なんだ。ミスター加山。お迎えご苦労様でした。今日は道も混んでいたから大変だったでしょう。あら、そちらにいる少年は。大神司令の推薦で帝国歌劇団から派遣されてきた大河新次郎少尉です。この子が。でも聞いていた話では。ごめんなさい、私はラチェット・アルタイル、ニューヨーク歌劇団星組の隊長です。あら、意外だった。星組の隊長が女性だということ。それとも他に何か。頼もしいわね。それじゃ、今日から厳しくやらせてもらうわよ。元気のいい部下が入って、私も嬉しいわ。それでは、引き渡し完了ということで。ラチェット隊長、よろしくお願いします。はい、ご苦労様、ミスター加山。進次郎、何かあったらロマン堂って店に来い。いつもあそこにいるから。シュアゲーン、しっかりやれよ、信じろ。ではタイガ君、私たちも行きましょうか。司令の部屋は屋上にあるわ。それとここは公共の場よ。一般の方も多いわ。隊長と呼ぶのは不適切ね。司令は何でも派手にやりたがるから。ほら、あの建物が司令のお部屋よ。失礼します、司令。
帝国歌劇団からの新入隊員が到着しました。おー、こんばんは。あ、こんにちは。おはようございます。こちらがサニーサイドシエ、リトルリップシアターのオーナーでもいらっしゃるの。ようこそ、タイガシンジロー君。ニューヨーク歌劇団シエ、サニーサイド。みんなからは敬意と愛情をたっぷり込めてサニーって呼ばれてるよ。呼んでません。ラチェットは相変わらず冷たいね。ま、それが君の魅力だけどさ。ま、いろいろあると思うけど、頑張ってくれたまえ。期待してるよ。声が大きくて威勢がいいね。なあ、ラチェット。身を粉にして任務に励むとは、武士道の国の人間らしいですね。武士道、いかにも日本的だ。だがね、もう少し肩の力を抜いてもいいんじゃないかな。堅苦しいのは苦手でね、気楽に楽しくやろうじゃないか。人生はエンターテインメント。これが僕のモットーさ。では早速だが、この紙に書いてある住所に行きたまえ。ビレッジ地区に大学のアパートを用意したわ。まずは荷物を置いてらっしゃい。ああ、そうだ、大学君、君腹切りをしたことはあるのかい。オーケー、それならよろしい。失敗しても腹切りで済むと思ってもらったら困るからね。腹切りは責任を逃れることだ。この国でやっていきたいのなら結果で責任を取るべきだ。以上。それじゃあ、いってらっしゃい。